みんな FAO シュワルツの回転が待ちきれない様子です生きたおもちゃの兵隊さんと笑って写真を撮れる機会もあとわずかです世界で最も有名なこちらのおもちゃ屋はほぼ30年にわたりファンタジーの世界を提供してきましたけれども五番街の賃料高騰のためこの有名な場所で遊べるのもあと少しですおもちゃやピアノで遊ばせるために孫や子供を何年も連れてきたので亡くなるのは残念です 普通のおもちゃ屋さんとは違って自分の個性に合ったものを探せるしお店に個性がありますまるでおもちゃ天国です手作りの人形の家から1500ドルもするパンダのぬいぐるみなどこの店にしかないものがたくさんありますニュースキャスターのスタンリーニュースボムですこちらの2人にとってはマペットが目的です 体はオレンジ色に決めて目玉を選んでいるところです自分だけのマペットをオーダーメイドできるのは FAO シュワルツのマペットコーナーだけでした人形を作るところ髪や顔に色々くっつけたり服を着せたりするところを実際に見られるのがすごいなって思います出来上がっていく様子が目の前で見られるんです FAO シュワルツはネット通販や格安店との競合に直面し経営難が何年も続いていましたその一方で独自の戦略を打ち出して成功した専門店もあります子どものために喜んで出費する人は大勢います例えばこちら5番街にある高級人形店ですこの店は商品を販売するだけではなくて特別な体験を提供していますアメリカンガールプレイスでは客がリピーターになるよう工夫を凝らしています 人形の耳にピアスの穴を開けたり髪をセットしたり自分の人形との素敵なお食事会だってできます最高です買い物をすればそれで終わりのトイザらスや FAO シュワルツとは違ってここは食事もできるし人形と同じ格好もできてとても可愛いし子供には楽しいですよね FA オーシュワルツはブランドのレガシーを守りそれをもとにニューヨークに新たな機関店をオープンするとのことですそれまでの間ニューヨークの楽しさが少し減ってしまいます